ジョシュア・レノルズによる、肖像画。第10代ロシズ伯爵ジョン・レズリーは、グレートブリテン王国の軍人、スコットランド貴族。50年以上イギリス陸軍に従軍して、晩年はアイルランド軍総司令官を務めた。最終階級は、陸軍大将。第9代ロシズ伯爵ジョン・レズリーと妻人。1731年9月4日没。 第二代ツイードデール公爵ジョン兵の娘の息子として、1698年、頃に生まれた。1715年ジャコバイト放棄が勃発すると、大尉として、オーウェンウィン将軍の隆起兵連隊に入隊。1717 17年7月17日に、この F 票第3連隊に転じた。1721年1月21日に、第21不評連隊の中佐に昇進した。 1722年5月9日に父が死去すると、ロシズ伯爵医を継承。同年8月30日に父の遺産継承者として認定された。父が務めていたスターリング城総督職にも任命され、1741年まで務めた。世襲職のファイフ司法官については1722年5月18日に辞令を受け、再任命が確定した。 1723年にスコットランド貴族代表議員に選出され、1727年に再選した。1734年イギリス総選挙で貴族代表議員を退任したが、1747年の総選挙で再び当選、1754年、1761年に再選した。尺位継承以降も軍務を続け、 1732年5月25日に第25不評連隊隊長に昇進した。1739年7月2日に準勝に、1743年1月1日に少々に昇進、同年6月16日にオーストリア継承戦争におけるデッティンゲンの戦いに参戦した。1745年4月25日にホース。 グレナディアガーズ第二中隊隊長に転じ、同年5月29日に第六竜騎兵連隊隊長に転じた。その後、1746年10月のロクールの戦いでは騎兵を率いて突撃した。同年、ファイフ島官に任命された。1747年8月5日に中将に昇進、1750年1月16日に、 第二流騎兵連隊隊長に任命され、同年4月に、この F 票第三連隊隊長に任命された。1753年3月3日、失する勲章を授与された。スコットランド世襲的司法権廃止法により1747年に、ファイフ司法官の世襲権を放棄、保証金に1万ポンドを主張したが、最終的には6268ポンド16。 シリングを受け取った。1751年より、アイルランド中流になり、1754年に、ダンキャノン、鳥出総督に、1756年に、アイルランド数密院の数密顧問館に、1758年に、アイルランド軍総司令官に任命された。1765年3月19日、陸軍大将に昇進した。1763年6月8日、 エディンバラの市民権を得た。1763年12月25日に、邸宅のレズリーハウスが火事で全焼し、その再建の資金を捻出するために、バリンブライの断浅料2万ポンドで、初代純断浅サーローレンス・ダンダスに売却した。1767年12月10日に、レズリーハウスで死去、17日に、ファイフのレズリーで埋葬された。 長男ジョンが爵位を継承した。1741年3月23日にハンナ・ハワードと婚約5月25日にロンドンで正式に結婚した。二人は二男二女を設けた。1763年6月27日、ティニンガムでメアリー・ロイドと再婚した。二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。